大竹正宏は、日本中央競馬会所属の調教師、元調教助手、元休務員。麻布大学獣医学部卒業。東京都出身、旧姓、大竹正宏。大竹の父は、中央競馬の元騎手、大竹正一である。1985年に大竹は八尾町を行ったという疑いをかけられ、無期限の騎乗停止処分を受けた。 最終的に、八尾町行為は認められないという結論が下され、非常停止処分は解除されたものの、騒動の影響で、立党の一部の旧社を除きほとんどの旧社から、非常依頼が来なくなるなど大崎の機種生活は大きく、狂わされることとなった。事件の影響から、大竹は競馬に良い印象を抱いておらず、当初は獣医師を志していたが、1992年に大崎が、 レッツゴーターキンに騎乗して、天皇賞を優勝したことをきっかけに、中央競馬で働くことを考えるようになった。麻布大学獣医学部を卒業後、北海道の牧場での勤務を経て、競馬学校の休務員課程に合格。1997年に、中央競馬の調教助手となった。大竹は、中央競馬の調教師になることが、父の敵を取ることになると考えており、 当初から調教師になることを志していた。2008年に調教師免許を取得し、2009年に美穂トレーニングセンターに旧社を開業した。なお、調教師試験受験時に過去の経緯もあり、父、小一と話し合いの末、お互い疎遠にすることにしたという。生は結婚を機に夫人方の生を名乗ることになった。2020年11月11日、 どうなのかの東京 4R に出走した管理場、ーバリアントから禁止薬物のカフェインが検出されたと発表された。ソーバリアントは同レースで一着となっていたが失格処分となった。大竹に初勝利をもたらした競争場、アンベールは橋口光二郎旧社からの遺跡場である。橋口は新潟事件後大崎を積極的に起用した調教師として知られ、その縁で アンベールの遺跡が実現した。萩原清志旧社で調教助手をしていた時に後にダービー場となるロジーユニバースの調教などに携わっている。ロジーユニバースが立党留学をする際には大竹がロジーユニバースに同行をした。また、ロジーユニバースの馬所である、久米田正明は長い競馬歴の中でも印象に残っている馬に、大竹の父である大崎正一が 初の G1 勝利を手にした馬で、新聞の読める馬として知られている株ブトシを挙げている。その縁もあり開業間もない大竹厩社に、久米田の期待馬が預けられている。カッコ内は、当該馬の優勝重賞競争、太地は GI 級競争。ありがとうございます。